はい、ということで皆さんこんばんちは。さて、いよいよこの第運動会の終盤へ突入しましたね。前回、実は何気に初めて取り入れた超編成バトルでは、2位の肉院チームと3位の東海チームが入れ替わっただけの、うんともすんとも言えない微妙な結果となりましたね。さて、そんな終盤に入ったというのに、ほんのわずかの進展状況しか見られていない今年の大運動会ですが、そんな今回第10競技はリレーとなります。やっぱりバトレイル界隈ではリレーは人気競技の一つ。なので同時にこの回を機に大きな動きを見せて、またあの最盛期の大運動会に戻ってきてほしいところです。こんばんちは。こんばんは。やっと第10競技まで来れましたか。本当に時間かかりすぎですよね。今年の運動会もう今年中に終了は無理なんじゃないの。せめて来年の5月までには終わらせましょう。この企画始まったの今年の5月なので。てかみんな画面の競技に関しては触れないんだね。そういえばまあこの感じはリレーのようだな。そうそう、その通り。ということで第10競技はリレーとなります。さて、まずはこの競技のルール説明から始めますね。さて、今回結構シンプルなのですぐ終わっちゃうと思いますが、まずバトンパスに成功するごとに1ポイント獲得できます。待って、それだけでポイントもらえるのは優しいですね。そうそうそうなんですよ。それで見事1位を勝ち取ったら10ポイント、2位でも無事ゴール地点につけば3ポイント獲得できます。途中で自爆したり追いついちゃったりしちゃった場合は、ドンマイですねって感じです。なるほど、要するにゴールさえすればこっちのものってことだな。まあ簡単にするとそういうことだね。そして出場者用でございます。左上から順番に水森、東海、上杉という感じのチーム構成となっています。ちなみに操縦は左側から走っていって、一番右がアンカーとなりますね。さてさて、そんな感じでルール説明も終わりましたので、早速競技の方を始めていきましょうか。よろしくお願いします。申し上げます。はい、ということで1戦目でございます。まずはコマチームとニフインチームが戦うみたいですね。そんな第一走者は EHK と M700K の様子です。序盤はコマチームがリードか。最初はコマチームの EHK が若干リードしている様子ですね。さて、そろそろ第二走者が入ってきたので、もう少しでバトンパスといったあたりでしょうか。なんか初っ端からすごく差が開いちゃってる気がするのだが。いやでもまだ序盤ですし、ここから差を挽回するチャンスは全然あると思いますよ。でも第2走者のスーパー白鳥確かモーター改造車でしょ。張り合うのむずくないか。いやでも言うてまだレベチューン2だし、スーパー白鳥普通に速いんだよな。さて、そんなことを話していたら、そろそろ第3走者の出番がやってきましたね。今度もうまくバトンパスをつなげられるでしょうか。まあコマチームは大丈夫そやね。ちょっと待って、さながらに開いてないか。そろそろ後半に入ってくるところですが、さすがにこっちも動きを見せないとまずいところ。でもソニックさん速い印象あるからちょっと脅威だな。それ言うなら俺にとっても200系って速いイメージあるぞ。てか実際結構速いし。まあ要はお互い様ってことですね。さて、リレーの第4走者に入りました。待って、やっぱり巻き返すどころか劣勢になっちゃってないか。これ200系さん普通に速かったのよ。そもそも200系に限る話じゃなくて、このチーム全員がスピードに向いてる車両で構成されてる気がす。まあ実際第4走者のスーパー光が CM 車だもんね。さすがにここまで来てしまうとノーマルで張り合うのは厳しいのでは。ほんとそれ。てかコマチームアンカーまで近づいてきてるんじゃないんですか。いつの間に。しかもギア比の再挑戦ですよ。これ絶対無理だろ。なんとまさかの一瞬で追いつく。はい、ということで1位はいただきます。コマチーム恐るべし。ちょっとコマチームは諦めますわ。さて、2戦目が始まったな。今度は東海チームと VSE チームが戦うようですね。さて、そんな第一走者はレールスタート万端戦。なんかちょっと万端戦が遅れ落としちゃってますね。VSE チームってスピード系競技は苦手な感じか。私のチーム速い車両全然足りてないんですよね。さて、そんなことを話していたら、第二走者の出番が近づいてまいりましたよ。遅れちゃってるな。まあまあでも本番はここからでしょ。 EF15 さん電気機関車で一番速いですし、ここから互角な勝負になっていくんじゃないのでしょうか。さてさて、第2走者も中間に差し掛かりました。現時点では特に大きな変化は見られない様子ですね。まだ東海チームが前陣を切っています。おっと、そろそろ第3走者の出番か。あ、
とまあこんな感じでバトンパスができなかった場合ポイントが入りません。ちょっと待って、バトンパスってそういう意味？馬力不足車両とかだいぶまずそうだな。これ爆第3走車に入りましたが相変わらず差が開いたままですね。そろそろここから挽回しなくてはいけないのに。いやでも順調に追いつけてきてるんじゃない？カモメイクスプレスとか結構速いイメージありますよ。さてそろそろ第4走車の順番が回ってきました。ダメダメ、っちゃ遅れてますね。まあちょっと遅れを取っちゃってはいますね。さてサンライズもここで出発。いよいよ終盤に入っていきますね。やっぱりコース回るペースも速くなってきた感じが。第一走者と比べたら結構速度差がありそうだぞこれ。さてだんだんアンカーの出番が近づいてまいりました。まずは東海チームの翼から発進。まずい、早くバトンパスしなければ。まあでも無事アンカーに後を任せられそうだな。さて VSE チームもついにアンカーへと突入。一位は正直諦めていますので、せめて頑張って逃げ切って2位になりたいところです。さてアンカーの 300X は逃げ切ることはできるのでしょうか？まあとりあえず1位はいただきますね。おっと東海チームはここでゴールか。まあ VSE チームもこのまま行けば2位にはなりそうですね。無事ゴールにたどり着けますように。おっとなんとか2位は維持できたみたいだぜ。よかったです。さて中間の3戦目だな。お次は先ほどの2試合で残念ながら負けてしまった同士のチームでの試合となります。さてそんな第1走者は M700K とバンタン戦ですね。序盤はユフインチームがリードしているみたいです。なんとかして追いつきたいところですね。まあでもさっきの試合と比べるとそんなに大きな差は開いてるようには見えないぞ。てかさっきから顔映りすぎじゃね？それは確かに。どれだけアイコンで隠してるのやら。さてここで第2走者にバトンタッチ。あれ思ってたより引き離されてなさそうですね。なんか結構いい勝負になっているのではないのでしょうか。相手今のところワンスピード車両しかいないのに、2スピード車両に対抗できてるの普通にすごすぎんか。やっぱワンスピード車両だからって甘く見てはいけませんね。油断禁物ってやつですなこれ。さて第2走者も残り少しとなってきました。もうすぐ第3走者へバトンパスといったあたりかな。さて第3走車へと移ったぞ。ここで VSE チームも2式車両登場か。何回も気づいたんですけど、これどちらとも JR 九州車両なのでは？確かに言われてみれば全然気づかなかったわ。あともう半周走り切ったぞ。いや早くね。やっぱりだんだん速い車両になっていくので、コースを回るペースも速くなっていってるんですよ。それ似たようなことさっき言わなかった？ネタ切れ寸前なんです。まだ3試合しか行ってないのにまずいですな。さてそんなことを話していたら第4走者に入りました。なんかちょっと差が広がっちゃった気がするの、気のせいですかね。確かにユフインチームがさらに優勢に走った気もしなくはない。やっと1回負けちゃってるわけだし、この試合は勝ちたいなと思ってね。ユフインチームは正直相手が悪かったとしか。さてそろそろアンカーの出番に移るところかな。さて無事バトンパスも成功したぜ。さて両チームともそれぞれラストスパートに入ったようです。300X さん頑張って。なんかちょっと不調か。確かにいつもよりスピードが遅い気がしますな。背後の2000系に追いつかれないように頑張ります。まあとりあえず1位はいただきますぞ。あっとユフインチームはここでゴール。あれこれ間に合う？せめて2位は取りたいんですけど。 300X さん頑張って。おっとなんとか2位は獲得しましたね。ああ危なかった。よかったな VSE。 いや本当によかったです。さてさて4試合目ですね。今度は先ほどの試合で勝った同士のチームの勝負となります。さてそんな4戦目ではコマチームと東海チームが戦うみたいだな。ちょっと待って、しょっぱなからいい地形がめっちゃ追い上げてきてるんですけど。やっぱりコマチームって強いですね。まあスピードに向いてる車両たちで構成されてるからね。さてそろそろ第2走者へのバトンパスに移りそうだな。しょっぱなからかなり差が開いてしまった印象。やっぱりコマチームだけ異次元級の強さなんだけど。敗北を知りたい。さてさてそんな感じで第2走者も残り半周に。そろそろなんとかして差を少しでも縮めていかなきゃ。1位どころか2位ですら獲得できるか不安ですよ。頑張ってくださいね。いや本当に頑張ります。さてコマチームは第3走者に移ったみたいだな。東海チームももうすぐ移りそうなところ。100K 君さてはバトンパス苦手ですな。鼻先がとんがってるから扱いづらいっぽい。 200K も要注意ですなこれ。さて早くもコマチームは第4走者に移りそうです。ねえだから早くない？もう計時間欲しいんですけど。申し訳ないけど 200K が許してくれてないので。だから早いって。早くもコマ
チームは第4走者に移った様子です。これ東海チームピンチじゃない？どうする東海と、とりあえず輝きさんには何とか頑張って逃げ切ってもらいましょう。さてそんな作戦を練っている矢先、このチームはついにアンカーへのバトンタッチの準備に入る。いやだから早いって、まだこっち半周しかしてないんですけど。さてコマチームはアンカーに移ったみたいですね。いや無理でしょこれ。やっと気づいた。今更だけどやっと気づいた。これ確実に無理ですやん。なんかそんな感じを表すことはなかったっけ？あった気がしますけど忘れちゃいました。さてこのリレーもとうとう終盤へ。5試合目でございます。おっといつの間にかもう後半戦か。ここから先は今まで対戦したことがなかったチーム同士で戦う試合となるぞ。そんな5試合目はコマチームと VSE チームが戦うみたいですね。さすがにコマチーム相手にワンスピード車両は厳しいですね。でも VSE チームの中ではバンタン戦がトップクラスに速い車両だったの。意外なことにそうだったんですよ。普通にびっくりだな。バンタン戦が速い車両枠に入るなんて。さて両チームとも第2走者に入った様子です。なんか結構遅れを取っちゃいましたね。早速挽回できるのかが難しい状況に。まあ確かに序盤はちょっとこのチーム優勢かなって感じですな。さて徐々に第3走者の出番が近づいてきてますね。なんかちょっともう VSE チームに追いつきそうなのですが、大丈夫でしょうか？いや全然大丈夫じゃないんですけど、ここまで来るとアンカーにたどり着けるのかも怪しくなってきてません。なんとかバトンパスで点数を稼いでいきたいところですが、かろうじてなんとか第3走者に移ることはできたみたいだな。でも相手の200系がめちゃめちゃ距離を詰めてくるんですけど、果たしてカモメエクスプレスは無事逃げ切ることはできるのでしょうか？あ、敵が変わったな。ちょっと待って、もっと厄介な車両になっちゃったんですけど。対戦ありがとうございました。もう追いつかれてしまった。このチーム大人げないな。追い上げの速度恐ろしすぎる。ラストの試合になりました。最後はユフインチームと東海チームで戦うようですね。この競技ラストの試合だし、ここは真剣勝負で挑ませてもらうぜ。望むところ。さてそんな第一走者は2チームとも半周となりました。今のところそんな差が開いてないように見えるぞ。なんか珍しくお互い五分五分な試合になりそうでしょうか。さて第二走者の準備もできてきましたね。なんかほぼ同時、なんと全く差がなく、ほぼ並走状態で第2走者へバトンタッチ。でも若干東海チームがリードしていた方かな。それじゃあなんとかサンダーバードに頑張ってもらうしかないですな。でも結構接戦な状況が続いていますよ。さてそんなことを話していたら、徐々に第3走者の出番に近づいてきてますね。さてサンダーバードは差を巻き返すことができたのか。かもなく不可もなく、天井維持って感じですな。なんかかなりバチバチな試合になってませんか。ラストにふさわしい展開を見せてくれますね。なんかもう対等に戦えてる構成、これしかなかった気が。正直コマチームが強すぎて全然歯が立たなかったぞ。それはすごく共感。逃げに同じく、やっぱり最強戦がいることが一番でかいですな。この人もです。さて第4走者に移りました。相変わらず両チームの差が全くないな。平行線を辿っていく一方ですね。てか東海チームの輝きがモーター改造車だから、ここで一気に差をつけられそうで怖いんだよな。さすがにノーマルでハイパーダッシュ3モーターに対抗するのは厳しい様子。まずいぞ、だんだん差が引き離されていく。さあ頑張ってくださいね。ついにアンカーへとバトンタッチ。走者も試合数も最後のこのバトル、ラストを締めくくるのはどちらになるのか非常に見どころですね。さてそんなアンカーも残り半周となったな。ちょっと待って、2000系の追い上げが半端じゃない。その自慢のウルトラダッシュで相手を猛追していく。さてもうすぐゴール地点ですが、キャプテンクラッサー、最後の最後に2000系がやってくれたな。なんかラストらしい大接戦が見られましたね。まあ何だともあれ、出場車両の皆さんお疲れ様でした。ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか今回コマチームにとんでもない強さ見せつけられたな。ほんとそれ。やっぱスピード系競技はコマチームが有利だということを再認識させられました。そうでしょそうでしょ。まあそんな感じで今回の集計タイムに入っちゃいますね。今回のリレーで各チームが稼いだポイント数はこちらとなります。やっぱこう見るとコマチームの点数化け物すぎん。もう紛れもない大勝利じゃないですか。恐れ入ります。そしてこれを今まで稼いできたポイント数と合わせるとこのようになりました。あれ、なんか稼いだつもりなのに最下位じゃない。これはどんまいですな。まああと残り1競技しかないですが、挽回できるよう頑張ってくださいね。いやだから間に合うのこれ。という感じで現時点での各チームの進展状況も確認できましたので、そろそろここ
で動画の方を締めようと思います。それではここまで見てくださった視聴者の皆様、最後までご視聴ありがとうございました。